ままウドゥの波動を抑え込め。さあ行っちまいな、逃げれぞ。グズグズしてっとお前ごと飛ばしちまうぞ。何を、逃げれぞ。俺の体に入ってくるな。いい加減素直になれよ、アルベド。何のためにここに戻ってきた。悪いが、お前の言いなりになるのは性に合わん。ルベドの元に帰れ。やめろ、逃げれぞ。イグレド！ルベド、それが本来のお前たちの姿だ。俺はお前たちを監視するために作られた。お前を殺すことが俺という存在の全てだった。俺はその任務を放棄しようとした。それは俺の存在そのものを否定する行為だった。俺はお前たちと別れることが何よりも怖かったんだ。アルベドはずっと知っていたんだ、俺がお前にとって危険な存在だってな。俺は最初からこの世界にあってはいけなかったんだよ。イグレド、そんなことはない。俺たちは仲間だったろ。お前を監視する役目は終わった。いや、もう終わりにしたいんだ。さよならは言わないよ。また三人で遊ぼう。それまで元気でね、ルベド、アルベド。勝手に盛り上がって一人で行っちまいやがった。最後までムカつくやつだぜ、ニグレド。アルベド、気にすることなんかねえよ。どうせあいつのことだ。行った先でシトリンと一緒に俺たちのことをデバガメする気だろうぜ。はあ、そうだな。いつの日か会いに行こう。そしてまた三人で暴れるんだ。きっとむちゃくちゃ楽しいぜ。それも悪くはないな。悪い、ルベド。疲れちまったや。少し眠らせてもらうわ。ああ、安心して休め。